王センチコガネは、甲虫目、コガネムシ状化、センチコガネ科に分類される昆虫の一種。糞や腐肉、腐ったキノコを餌にする、いわゆるクソムシの一群で、金属光沢のある美しい体色をしている。通常は赤みを帯びた紫だが、地域変異が多く、三重県などでは紫、赤、青の三つの体色を見ることができる。体長16から22ミリメートル。成虫、 幼虫ともに、糞や、動物の死骸に集まる。稀に腐ったキノコやクヌギなどの樹液にも飛来する。自然界における物質循環に果たす役割は大きい。活動期である4月から10月に、雑木林などの散策路を歩いているところを目にすることが多い。春季と秋季に個体数を増す。生態は昆虫ゼリーを採植する。ただしゼリーの種類によっては、 最初しないことも多い。幼体の飼育、つまり、類代飼育は難しい。牛糞を使用した成功例が挙げられるが、表面にカビが生えないよう、通気に注意する。最も適切な飼育方法は、高さ15センチメートル程度の瓶に牛糞を軽く詰め、通気のための穴を数個ほど開けた。カビが生えたり、糞が少なくなったりした場合、できるだけ、 早めに新しいものに変える。その時、以前使用していたものを少量を入れると良い。また、乾燥しないようにする必要がある。ありがとうございます。